昭和橋下道橋は、東京都千代田区神田佐久間町1丁目、2丁目にある昭和通り、首都高速道路一号上野線にかかる鉄道橋である、東日本旅客鉄道総武本線を通している。関東大震災の震災復興事業として計画され、後に2程度における失業救済事業の一環で、1932年に総武本線が両国駅から、 お茶の水駅まで延伸された際、震災復興で作られた第一号幹線道路、昭和通りに架けられた橋梁である。東京市電が走行する道路をまたぐため、中間に橋脚を必要としないガーダー橋を用いた。本橋梁は、1955年に、東海道本線藤川橋梁のぼり線が、仮設されるまで、日本最長スパンの鉄道用プレートガーダーを、誇っており、 昭和通りをまたぐ勇壮な鉄道橋として知られていた。現在では、昭和通りの上に、首都高速道路の効果が覆いかぶさっており、昭和通りから前景を確認することは容易ではない。昭和橋化道橋、を成り街道稼道橋、秋葉原駅、西口橋梁は秋葉原駅のし橋梁秋葉原駅東口橋梁運河橋梁昭和強化道橋稼働橋第一佐久間町高架橋、 ありがとうございます。